ディジェネロン・ファーマシューティカルズはアメリカ合衆国のバイオテクノロジー企業である。マンハッタンのミッドタウンから北へ約25マイルのニューヨーク州ウェストチェスター郡に本社を置いている。1988年に設立され、当初は社名の由来となった神経栄養因子とその再生能力に焦点を当てていたが、その後、サイトカイン需要体や チロシンキナーゼ受容体の研究にも手を広げた。リジェネロン社は、VEGF 阻害剤であるアフリベルセプトと、インターロイキンマイナス1阻害剤であるリロナセプトを開発した。VEGF は、血管の成長を促す、タンパク質であり、インターロイキンマイナス1は、炎症に関与する、タンパク質である。2012年3月26日、ブルームバーグは、サノフィ社と、 リジェネロン社が、競合他社よりも最大72%コレステロール値を下げる効果のある新薬を開発中であると発表した。この新薬は PCSK9 遺伝子を標的としている。2015年7月には、新たな免疫主要治療薬の発見、開発、商業化に取り組むサノフィとの新たなグローバル共同研究を発表した。これにより、 リジェネロン社は20億ドル以上の収益を見込んでいる。その内訳は、契約一時金6億4000万ドル、概念実証データに対する7億5000万ドル、レグナ2810の開発による6億5000万ドルである。レグナ2810は、後に、セミプリマブと命名された。2019年、リジェネロン社は2010年代のベストストック第7位として発表され、 トータルリターンは1457%となった。レジェネロン社の幹部二人は2020年時点で製薬会社の幹部の中で最も高額な報酬を得ている。2017年10月、リジェネロン社はアメリカ合衆国保健福祉省の一部局である生物医学先端研究開発局との間でリジェネロン社による抗体治療薬の開発、 製造の費用の80%を政府が負担し、リジェネロン社は価格設定と生産管理の権利を保持するという取引を行った。この取引はニューヨークタイムズが見で批判された。このような取引はアメリカの医薬品市場における医薬品開発では珍しいことではない。なお、この契約の抗体治療薬の中には現在開発中の COVID-19 治療薬も 含まれている。2020年5月、リジェネロン社は、サノフィ社が直接保有する自社株を約50億ドルで買い戻すと発表した。この取引以前に、サノフィ社は、リジェネロン株を2320万株保有していた。2020年2月4日、すでにリジェネロン社と連携していた、保険社会福祉省は、リジェネロン社が COVID-19 を治療するための、 モノクローナル抗体を開発中であることを発表した。2020年7月、ワープスピード作戦の下で、リジェネロン社は、実験的治療薬である、人工抗体カクテルの RGN 株にを製造・供給するための4億5000万ドルの政府契約を獲得した。COVID-19 発症者の治療と s a r コロナウイルスに感染の予防の両方の可能性を求めて、 当時臨床試験が行われていた。この4億5000万ドルは、バルダ、科学、生物、放射線、核防衛のための国防総省合同プログラム実行局、及び陸軍契約司令部からの資金である。リジェネロン社は、7万から30万回の治療容量、または42万から130万回の予防容量の製造を見込んでいた。 政府は7月7日のニュースリリースで、この製造活動に資金を提供することで、連邦政府は実証プロジェクトで期待される要量を保有することになると述べた。また、リジェネロン社も同日のニュースリリースで、政府はこれらのロットからの投与量を、アメリカ国民に無償で提供することを約束し、その配布に責任を持つと述べた。これは、政府が緊急使用許可、または、 製品承認を与えることによるとしている。2020年10月、ドナルド・トランプ米大統領がナインティ1 9に感染し、メリーランド州ベセスダのウォルター・リード陸軍医療センターに搬送された際、レグナ株ニを投与された。治療に当たった医師は、レグナ株ニの臨床試験がまだ完了しておらず、食品医薬品局の承認を受けていないため、 人道的使用要請によりリジェネロン社から入手した。10月7日、トランプ大統領は5分間の動画をツイッターに投稿し、この薬は無料で提供されるべきだと改めて主張した。同日、リジェネロン社は FDA に緊急使用許可を申請した。申請書には現在5万回分の投与量があり、今後数ヶ月以内に合計30万回分の投与量に達する。 見込みであることが明記されていたた fda は2020年11月に緊急使用許可を承認したアーキリストは特定の希少な自己炎症症候群を対象として2008年2月に FDA より承認された。アイリアは高齢者の一般的な失明原因の治療を目的として2011年11月に FDA より承認された。アイリアは 片方の目の治療で年間1万千ドルかかると報告されている。ゼールトラップは定位性大腸癌の治療を目的として2012年8月に FDA より承認された。プラリューエントはヘテロ接合性家族性高コレステロール血症、または臨床的アテローム性動脈硬化精神疾患を有する成人で低密度リポタンパク質コレステロールを さらに低下させる必要がある場合の治療において、食事療法及び最大大容量のスタチン療法への補助として適用されている。2015年7月に FDA に承認され、年間4500から8000ドルの費用がかかると報告されている。ルーピクセントは、思春期及び成人患者のアトピー性皮膚炎の治療薬である。2017年3月に、 FDA で承認された。年間3万7千ドルの費用がかかると報告されている。ケブザラはインターロイキン6受容体拮抗薬で成人の関節リウマチの治療薬である。2017年5月に FDA より承認された。コビット1 9の治療におけるケブザラの有効性を評価するため2020年3月に試験が開始された。リベチオは 免疫チェックポイント阻害剤として PD-1 経路を標的とするモノクローナル抗体であり、転移性皮膚変形状がん、または治癒的手術や治癒的放射線治療の候補とならない局所進行 CSCC を有する人々の治療に使用される。2018年9月に FDA より承認された。インメージ部は致命的なエボラ出血熱を治療するために 開発された3つの抗体からなる薬剤である。2020年10月、FDA はエボラウイルス属による感染症の治療を適応症として承認した。この会社は CEO のレオナルド・シュライファーと科学者のジョージ・ヤンコプロスによって設立された。シュライファーは13億ドル、ヤンコプロスは9億ドルの自社株を保有しているとされる。二人とも、 ニューヨーク州クイーンズ区の出身である。シュライファーは以前、ワイルコーネル医科大学の医学教授だった。ヤンコプロスはコロンビア大学の助教授だった。ありがとうございます。